の Dear Friends。 こんにちは、坂本美優です。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りする坂本美優の Dear Friends。 今週はミュージックヒストリーと題して、長きにわたり歌い続けている方々をお迎えしていろんなお話伺っていけたらと思っています。本日スタジオにお迎えするのは米米クラブの石井達也さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。石井達也です。お久しぶりです。お久しぶりです。先輩、なんかの3年ぐらい経っちゃったんだもん。あっという間だなっていう感じですね。本当に石井さんは、はい、あの来てくださるたびにこの話をしていますけれども、はい、Dear Friends の大先輩で3代目パーソナリティを担当されていました。また今年もね、1月から東京 FM でラジオをね、始めましたね。東京近辺なんですけど、はい、ずっとあの流れるのは、SGC プレゼンツ石井達也のゴールデンミュージックっていう番組なんですけど、はい、日曜日の朝の8時ぐらいから始まるような番組なんですけど、音楽を朝なんか爽やかな感じで始めようかなと思って、はい、音楽プログラムっていいですね。おはようございますなんていう感じで始まってますけどね。さあ今日の Dear Friends は、はい、とても大事な、はい、あの大事なんですけれども、なんかそうみたいですね、はい、なんかスペシャルな、そうなんです、はい、石井さん来月5月29日にリリースされるニューアルバム、はい、ロストメッセージ、はい、ケイオス、はい、このアルバムから、はい、今日ディアフレンズで1曲どこよりも早く音源を聴かせていただきます。そう、出てきたばっかりでね、えレコーディングもやっと歌い入れが終わったところだと聞きました。そうですね、だからこの番組は多分初めてなんです。ありがとうございま す,、はい、ます。この番組の後半で、はい、かけさせていただきますので、皆さん楽しみにしていてください、はい、石井さんは今ツアー中ですけれども、はい、先週末4月13日埼玉からスタートしたばかりです、はい、メッセージセカンドというタイトルになっていますけれども、はいはい、2022年秋に開催したメッセージツアーの第2弾です。そうなんですよね。で、まあ、これ、ロストメッセージっていう言葉にこう代表されるように、はい、ちょっと忘れされた、俺たちが、ひょっとしたら昔から、あの、ある言葉を随分と粗末にしてきちゃったんじゃないかなっていうんで、うん、まあ、このデジタルの時代になって、本当に人の手を使うっていうことがこう、少なくなってきちゃって、はい、感性にまで AI が入り込んできちゃって、うん、なんか本当になんかこれでアートっていいんだろうかみたいなこともなんか考えるところもいろいろありまして、あの昔の人が言ってくれてたような、うん、こう手で物を作っていくっていう、人間の頭で考えて手で作っていくっていうことをなんか忘れちゃダメなんじゃないかなっていう、特に音楽とか、うん、まあ、絵とかね、はい、そういうものって、まあ、いろいろ、まあ、その、コンピューター使って書くものもアートはアートだとは思いますけど、うん、でもやっぱりなんか、そういうアートもあれば、ちゃんと自分の指で書くっていうアートもあってほしいなって、いつまでも、そういうの残ってほしいなとは思ってますけどね。はい。はい、そして、このツアーの、はい、まあ、今おっしゃったようなメッセージが、はい、こう映像作品として、はい、上映されるそうですね。あの3万年ぐらいのこうターンで物事を考えた時に、はい、人間はどんなこうこれから未来を過ごすんだろうかって考えると、まあ僕が考えたドラマ作品なんですけど、はい、3万年後に生きるために人間は植物と融合することを考えるんですよ、うん、で植物って一番やっぱり強いんですね、はい、でそこに人間が寄生するっていう、で地中の中でずっと植物化して生きてるっていう、で3万年を過ごす、はい、まあそれで人間に戻れるかどうかはわからないけど、ほう、植物化するっていう、で前回やったのはもう本当にその3万年こうそういうことになっちゃうんじゃないかっていう、まあ僕の想像ですけど、うん、まあ、そういうことをこう語ってたんですね、うん、で今回は今度は逆になって、今から100年後の世界、はい、
もう第34次世界大戦とかやってるわけですよ、うん、人間たちは、うん、もうよくわかんない、もうな何回目だっけなっつってもう なんかもう日常茶飯事みたいになって、こうまあ混沌とした時代の中で、うん、戦争だけがこう着実に行われてて、うん、でも世界平和会議みたいなのもやったりしてるんですよ、はい、もう全然矛盾してるじゃないですか3分の1ぐらいの人口になっちゃってて、うん、それでもまだ戦争してるっていう、わけわかんない世界で2人の若者の会話でずっと始まってくるんですけど、へー、その映像と今回の、アルバムが、はい、ミセトにリンクして、そうですね、だからあの音楽はできるだけ人間っぽくしてるんですよ、うんうん、そのあの話がやたらと人間っぽくない話なので、はい、人間らしからぬあの行動しかできない人間になっちゃってるっていう、はい、脳内にいろんなもの埋め込まないと生きていけないような時代になっちゃってるので、はい、そういう話なので、できるだけ歌は人間っぽい歌をこうぶつけていく、はい、それは例えばどんな方法で人間らしさっていうのは出されたんですか、うん、あの本当にこうなんか悲しい歌をとことん悲しい歌にしようっていう感じで、はい、その怒りとか憎しみとか悲しみとかそれから喜びとか、うん、そういうのを本当なんか起伏がものすごいアルバムにわざとしてあるんですよ、うんうん、いやじゃあこうやっぱアルバム全体を通して聴かないと、そう起伏がものすごい、バランスが取れない、はい、まあでもあのそれが人間だと思うんで、うん、メッセージっていう名前タイトルにしたのも、はい、もうそのまんまだから、今言わなきゃいけないメッセージがあるから、3までやるつもりでいるんですけど、あそうなんですね、はい、物語のまた途中なんですね、途中なんですね、はい、このツアーは次が4月18日は愛媛、その後大阪、東京、東京はラインキューブ渋谷で4月29日うん、その後広島、滋賀、福岡などなどを回られて、はい、6月1日の愛知まで続いていきます。全9公演ありますので、僕 のホームページを見ていただければ、はい、はっきり分かりますので、ぜひ。坂本美優の Dear Friends、 今日は石井達也さんをお迎えしています。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしています、坂本美優の Dear Friends、今日は米米クラブの石井達也さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。なんかこのご覧の米米クラブの石井達也さんってなんかすっごい嬉しいんですよ、言われるの。そうですか、モニタリングの石井達也って言われちゃったんやかし俺ちょっと俺ちょっとこの間なんかちょっとあのなんかグミ食いてえなとか思ってちょっと下ちょっと行ってまぁ、ちょっとコンビニエンスストア入って、はい、なんかコソコソ買ってたんですよ、グミ。いろんななんだなぁなんて。あ、なんか、ちょっとブドウ味がいいかななんてグミやってたら、あの、モニタリングの石井さんですよねって言われて。目立ちますから。ちょっとモニタリングじゃないんでって言われちゃって。ちょっと困ってる、今。最中でございますけど、ね。いろんな面がありますけれども。いろんな面があるんですけどね。石井さん、でも本当に、コメコメクラブ82年、はい、からね、はい、結成されて、そうまあ、うん、あの82年はまだライブハウスの時期ですけどね、はい、だけど米米クラブもほんと1年ぐらいしかまあそのなんていうかなアマチュアの活動っていうのは1年ぐらいしかやってなくて、うん、すぐデビューもう2年目ぐらいからもうレコード会社の人たちがブワーッと押し寄せてきてて、スカウトというか、そうなんですよ、それでそのそれで85年まあ当時の CBS ソニー、はいからデビューさせていただいたんですけど、もうすぐ40年になります。40年です ね僕はまだあのソニーの方にいますので、はい、だからもうずっと40年あの付き合っていただいてますけど、ね、はい、まだあの生まれてなかった子供たちですら、うん、もうよく知っている、絶対耳にしてるっていう曲が、ね、だから YouTube の時代のね、うん、すごいところですよね、だから引っ張り出して見てもらってて、うん、でなんか俺の若い時のなんか映像見て石さんってかっこいいよねとかっつって、うん、であのテレビ見てがっかりしたよとかって、そんなこと、そういうこと言うなよみたいなそりゃおめえずっと30ってわけにいかねえんだよみたいなね、40年間歌い続けるってどういうことか、
本当に、お父様もね、多分あの分かってらっしゃったと思いますけど、続けるって大変なことですよ、大変なことですよ、ね、だから偉大なんですよね俺はそうですよ、そう、だからその偉大さをそうで、なかなかのあのミュウさん言っていただかないから自分で言ったんですけど、うん、やっぱ偉大だと思うんですよね俺、偉大ですよ、うん、これまでの残してこられた、もう今でも生み出されてるけれども残して、はい、くださったものだけでも本当に名曲がたくさんあって、はい、ロマン飛行、君がいるだけで、はい、シェイクヒップ、もうタイトル言うだけでメロディーが、メロディーも言葉もそうですね、どんどん浮かぶじゃないですか、はい、愛は不思議さ、コメコメウォーなど、たくさんヒット曲があって、まあ、ヒット曲というのは、はい、あの石井さんこう意識して、この曲はヒットさせたいなとか、ヒットするぞみたいな、そういう予感って例えばこういう曲たちは、ありましたか。例えば、ファンク藤山とかね、ああいう楽曲ってなんかちょっと変わってるじゃないですか、だからある意味ではその変わってるからみんな聴いてくれたっていうところがあるから、どっかそのヒットするそのなんていうかな、予感はすごくしたんですね、なかったから世にないものをってやっぱり聞きたいじゃないですか、だからこれなんかは全部外国の人分かるんですよ言葉、言ってること、はらきり神風ほっほっほみたいな、なんかみんな外国の人だったらみんな分かるだろうなみたいな言葉ただ並べてるだけで、歌詞にも何も載ってないですよねそうか確かに、だからそう、だからこれ確かね、なんか賞取ったんですよアメリカで、これ、あ、そう、すごかったですよ、なんか前にマイケル・ジャクソンがいるわ、なんかここマドンナがいるわみたいな場所に行っちゃって、俺たちどこにいるんだなこれみたいな話、90年代ですね、そうですね、いやだから、まあ、ヒットするっていうのはそういうふうにこうちょっと変わり種みたいなものでこう、あのみんなの前に、まあ、提示して当たるかどうかわからないけど、これはちょっとあの珍しいだろうみたいなんで、こう、まあ、ヒットしていくっていう、まあ、分かりやすさと、それからちょっとそのやってることの なんとなくこう音楽やってるやつにはああこれ P ファンクだなみたいなのが分かったりとか、そういうこうあの仕掛けを作っといて出すっていうこともあれば、あとやっぱり僕らの時代だと、まあ、テレビが全盛期なので、だからやっぱりあの月9とかいう言葉があって、月曜日の9時からやるドラマは大ヒットするみたいな、それこそ小田和正さんとかね、チャゲヤスとかもう100万枚200万枚がどんどん出てたような、あのそういう時代だったので、でまあもうそんなに出ねえだろうって言われてて、でコメコメが一番取っちゃったみたいな、そんなことだったですよね。だからまあその本当に一緒にあの例えばロマン飛行なんかはジャルと一緒にこうなんか盛り上がっていっちゃったりしたし、で君がいるだけではそういうドラマで盛り上がっていったしっていうんで、シェイクリップは逆に言うともう本当に定番で、コメコメクラブが盛り上げのために作った曲だったので、今でもツアーではこの頃の曲って歌われるんですか。やってますね、やってます、やってます、はい、それは嬉しいね、曲が死なないようにするためっていろんなことができるなと思ったのは、この間君がいるだけでこうボサノババージョンみたいにして歌ってみたら意外と良かったりして、メロディーがいいですから結構それでもみんな、あ、こんな君がいるだけだったんだみたいな、なんかそうやってこう自分なりにもこう残していくための努力をしなきゃいけないなと思って、いつまでもこうその古いバージョンのあれしがみついてたらダメだなと思って、いろんな形にしていろんなタイプの人たちが聴いてくださるように、こうばらまいておくっていうか、でこの間はあのロマン飛行 の、あのコンプリートアルバムっていう、まあ、コンセプチュアルアルバムのアルバムなのかな、でいろんな若い連中が、あのそれこそゴスペラーズからもう本当に新人バンドまでロマン飛行いろんな歌い方で歌ってくれてるんですよ、だから全部あの名前が
名前しか入ってないんですよ普通はほら何とかなんとかっていう曲を誰誰みたいにこう入ってるのは全部ロマン飛行だから、はい、名前だけしか入ってないんですよ。それができるの、まあ、ロマン飛行他に曲が思い浮かばないそんなにたくさんそうなんかほらあの多分、うん、ロマン飛行って関係ないんだと思うんですよ。エイジレスなんだ。本当にそう思います。だから、うん、なんかどうにでもこう料理できるそうな誰が歌っても本当にいい曲で全然なんか色褪せないし、うん、まあまあ残しててよかったなって思える曲の一曲ですよね、うん、はい。さあそして今日は、はい、Dear Friends で新曲が解禁ということで、はい、いよいよよろしいでしょうか、はい、5月29日にリリースされるニューアルバム Lost Message Chaos から、はい、これはタイトルを曲紹介お願いしてもいいでしょうか、はい、あのですね今この世の中ホワイト社会って言われててどん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 まああのコロナ禍があったからやっぱりどうしてもこうその清潔感とか、うん、それからこう人間性よりもどっかこうなんかうん、人は綺麗じゃなきゃいけないみたいな、うん、そういう風潮があるけど、でも人間っていろんなその性格も次元全然違うし、みんないろんな生き方があるだろうし、まあそりゃ社会的に悪いことしちゃ悪いことはしょうがないけど、でもあんまりこうピシッと枠組みの中に入れられちゃって、うん、あなたは女性ですからこういう生き方をしてください。あなたは女性でもこういう仕事をしてるんですからこういう生き方をしてください。そんなことされちゃったら、でも私はちょっとそういうのじゃないんですけどって言えなくなっちゃってるような時代感があるなと思って、なんか本当になんかこう裁判されてるみたいな、うん、そういうこうギクシャクしちゃってるような社会に今なってないかなっていうんで、はい、作った曲がこの無人裁判って曲なんですけど、あのミクロっていうホームメイド家族のあのラッパーがラップを入れてくれたりして、はい、ちょっとばっかりの曲なんですけど、はい、聴いてください。無人裁判フューチャリングミクロ from ホームメイド家族石田達也。どんなに辛くて俺が泣きわめいても事実は変わらぬ巨大な石のよう世界が敵でも君は信じるからと付き合い始めた頃によく言ってたね。されて弁解しても虚像の証拠はまるで本当のことのよう隙間だらけの証拠並べるほど本当の真実は遠のいてゆく蜃気楼のように裸で勝たされ心折れそうな時暗闇不安で今は何も見えない。感激で汚れた言葉のカスカスが気弱さ消せない。自分を包み込む、言葉のナイフで切りつけ傷つけられた痕跡皆で踏みつけミステイク見つけて罪なすりつけどこもかしこも互いをディスリスペクトポケットを叩けばビスケットはいくつ分かち合うことにいつだら気づく人任せなんて勘弁指先鏡に向けるジャッジメン何か裁かれているのかさえ分からず俺はもう自己弁護さえできない気持ち。 いつもの日常今は望めないのか言葉はさらなる深谷のよう一室の光も見えない絶望こんなのあるかよ希望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 
石井達也さんで無人裁判フィーチャリングミクロフロムホームメイド家族、はい、初めてお届けしました。なんか嬉しいですね。いやかっこいい。先ほどおっしゃってたようにやっぱサウンドも歌も生々しいですね。そうですね、ちょっとこう、うん、痛いというか、うんうん、そうじゃないとなんかこういう世の中ってなんか生優しいこと歌ってると、うんやべえぞっていう、はい、なんかあのいいようにされちゃいそうみたいな、うんまあ、俺は思ってるんですよ、はい、だからなんかちょっと厳しいかもしれないけどお前らの子なんなよっていう、うん、そういうつもりで作ってるんですけどね、はい、まああのファンもみんな大人になったんで、はい、その大人であるべき姿っていうかなんか世の中の流れとかそういうのだからこうしなきゃいけないんだよねみたいなことでなんか生きてちゃダメだぞとか、うん、自分で判断しろよみたいな自分で考えてそう、ね、損するぞみたいな強いメッセージが込められているアルバム、はい、そしてツアーになっています、はい、坂本美雨の Dear Friends 今日は石井達也さんをお迎えしています。はい東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてきました坂本美雨の Dear Friends 今日は米米クラブの石井達也さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。新曲を初めて聞かせていただきました、はい、なんかねこれでなんかみんなのなんかグッとくるなって思ってくれたら嬉しいなと思いますけどね、うん、今の石井さんの歌です。そうですね、はい、この先ほどおかけした無人裁判が収録されているアルバムロストメッセージ、はい、ケイオスは5月29日に発売になります、はい、そして今ツアーが始まったばかりですけれども、はい、次が4月18日愛媛6月1日の愛知まで続いていきます。もう愛媛が好きでね俺は、うん、大好きなんですよ愛媛の人が。あそうです、まあ、みんなみかんみたいな人じゃないですか美味しい、ね、本当にいい人ばっかりなんですよね行きたいな早く行きたいですね。早く行きたいですよね。あと数日ですね、詳しい日程や最新情報は、はい、石井達也さんのオフィシャルホームページをチェックしてください、はい、石井さん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。体に気をつけてツアー頑張って行ってきてください。はい、行ってまいります。ありがとうございます。さて番組 SNS ではゲストの方と撮影したお写真もアップしています。ハッシュタグ Dear Friends で検索してみてください。ミュージックヒストリーをやっています今週の Dear Friends 明日は宮沢和文さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。 Dear Friends ここまでのお相手は坂本美雨でした。それではまた明日。